来なかった6ですよ。でもえだからかわいそうだなと思って来たけど、そうだこんな早いんだって今日は昨日っすかね。分かってたのにこうなることは。やばい遅れてる遅れてる。あもう2人で来るの行こう。半端なくない。おやばい。あおいでこっちこっち鏡入ってませんね。いや週一ポカやんないとちょっと上がんないですね。ここまで今週なかったしね。そうなんです。いいでしょそれ3月え、まだ半分もいってないです。ちょっと花粉先生が頑張ってくれないと。フォロー声出してもらいこう。オッケー、この後、周りにフォロー。オッケー、作り直そう。どんどん顔出していこう。出せないかな。追い越していこう、追い越していこう。面白い。オッケー。おー。プレゼント。あそこで来たらですか。あそこで外したらっていうよぎりますもんね。みんなフットサルとかサッカーってどうやってるの。いやそうなんですよ。膝に体重が乗っちゃうんですけど乗らないようにはどうしたら。うまいですよねみんな。乗せたくないけど乗っちゃうんですけど動けないですもんねその後が。あ分かるね、分かる、分かる。うまい。泉田、後ろ、泉田、後ろでいい、後ろでいい。コーチング。ダメだ。終わった。ボロボロ。そうなんですよ。小松さんがドリブルで抜かんといけないんだと思ってるっていう。ここで大久保君のシュートコース切られるから泉田がまだ行った方がいい。これ相手欲しい。声出そう声。 OK この後動き出そう。フォローがない。あやばい、水だ。オッケー、一回下に溜めよう。おつけ、おつけ、おつけ。
つけまたついてる見た今見たキープあ、使った下がれ下がれこんなこと言ったらあれだけど自分がいないときに失点が多いのちょっとほっとするわかります俺いたら俺先輩だもんな自分がいたときにいっぱい失点したらちょっと心痛くなりますよあしかもそれ自分がいないときに無失点だともうめっちゃへこみあ確かに差が出ちゃう気がしちゃうもんですもんね誰が悪いってわけじゃないんだけどなんか自分の時は本当にメンタルがやられていきます